もうね、チリツモなんですよ、チリツモ。チリも積もればベルの木となりますよね。頑張って頑張ってミミマル、せっせと働きました。さあ、そろそろ収穫し時のベルに育ってきたので全部収穫していきたいと、危ねえ、思います。それにしてもすごくない、この木の量。あー、なんか切るのもったいなくなってきた。でも切るけどね。じゃあいくよ、ポンポンマイ。よいしょよいしょよいしょ。木も収穫できるからいいね。あ、手花くじかれた。くしょー、もう気を取り直して。よいしょよいしょよいしょ。やってしまった。一万ベル消えちゃった。木の吸い込みパワーに吸い込まれちゃった。あー、次はこんな失敗しないように木を切ったら木材からちゃんと拾っていきます。お金は一応残しておくね。ねえねえ、みんないつ知った？お金がなる木が育つ穴見つけてさ、1000ベル収穫してそのまま1000ベル入れてたでしょ、最初。そしてさ、1万ベル入れたらもっといっぱいお金増えるんだよっていつ知った？ちびまる一回失敗したんだ。え、1万ベル入れたらいっぱいお金増えるんだったら100万ベル入れちゃったらどうなるのって思ってワクワクしながら100万ベル入れたら1万ベルしか育たない、1万ベル袋しか育たない木でした。終わったー、終わったよね、もうないよね。わー、すごくない？見て見て、すごーい。やったー、わーいわーい。このまま置いときたいな。実はまだ成長中の木もあります。よーし、じゃあベル袋を拾っていくぞー。チャリチャリチャリン、いい音だな。これ ASMR で金運が上がる音でショート動画出そうかな。あー、それにしても収穫のお仕事は大変だな。今日は夜からシップを貼っとかないと明日腕が痛いだろうな。よいしょよいしょ、えいさほいさえいさほいさ、どこいしょよこいしょよこいしょどこいしょ。言うてみたいわ。もしかしてさ、このまま後ろ振り返ったらさ、切り株の上にいっぱい切り株虫がくっついてたりして、気持ち悪いミニマル虫があって、さあどんどん取っていくよ、スピードアップ。終わりかな。硬い木材が29個で、木材が38個、柔らかい木材が21個。そしてお金が何ベルになったの？結果89万ベル回収できました。やったー、春の収穫万歳。じゃあミミマルはちょっとやらないといけないことがあるんだ。1万ベルをお年玉に入れてやらなきゃいけない人がいるんだ。詳しくはこちらの動画を見た人はわかるよね。謎を知りたい人はぜひこちらのショート動画も見てみてね。お邪魔します。オッケー、あの時は誤解して勘違いしてすいませんでした。これからも仲良くしてね。オッケー。あー疲れた、終わったし、ちょっとお買い物でもしようかな。じゃあこれください。